きっとそうなんだ。巡り会えたんだ。ずっと探してた人に、いつもこんなに幸せな気持ち持ち続けていられる。2018年冬リサイタル盛り上がっていきましょう。
が終わる時にそばにいるね。何にも言わないで優しいキスをして、ドリカムバンドです。よろしくお願いします。すごい盛り上がっていきましょうって言って、すごい2曲目が結構しんみりした曲になっちゃったんですけど、まあすごいこのステージ結構横に広めなのにこの圧迫感13人います。すごい大所帯で、そうですね、さっき
その今日朝練習してたんですけど、その後ご飯の時にその4曲目にですね、まあ、かの有名なそう未来予想図2って曲をやるんですけど、まあ、そこにあのすごい有名なフレーズ、あのブレーキランプ5回点滅愛してるのサインってとこあるじゃないですか。で私というか正直 その光景をちょっと皆さん思い浮かべてほしいんですよ。ブレーキランプ5回点滅、さあ皆さんが思い浮かべた乗り物、車の人、バイクの人。おー、そのバイクの人はもうプロですよ、ドリカムの中のプロ。え、じゃあバスの人、バスの人そうこの曲、そうそうこの曲私もずっとその今日の昼ぐらいまで車で思い浮かべてたんですけど、この前の歌詞とつなげて聞くと実はこれバイクなんですね。でなんか何でしたっけ、自動車でブレーキランプ5回点滅させようとすると何だっけ、エンストするエンストするらしくて非常にダサい非常にダサいと。なのでもしね皆さんそういう機会があって、あちょっとやってみたいなって思った時、ちょ車では絶対試さないように、車では絶対試さないようにしてください。じゃあじゃあこんな感じで、そんな感じで、次の曲いきます。
ながら
とうございます。次の曲で最後になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかその最後の曲ですね。これもまた先にちょっと、あ、まあいいか。叫べっていうところがあるんですね。ざっくり唐突ですが、どこら辺だろう。Cメロあたりですね。大体の曲のCメロあたりぐらいのところに、なんか。前を向いてしがみついて、腕かきむしって諦めないって叫べって言ったら、1、2、3の間にそのちょっと皆様思い思いの言葉をですね叫んでいただきたいなと思ってまして、ちょ楽器隊も多分そのマイクは用意してないんですけど、あの何も多分口が暇な方は多分叫んでくださると思うので、口が暇な本体はやっぱ本体も暇ですか、口は暇じゃない。あ、なるほど。なのでちょっとですね、でもさっきからちょっと声を出してないんじゃないですか、なのでちょっと叫ぶ練習をですねしたいかなと思うんですけど、あの1、2、3叫べって言ったら最初じゃあ何しますか。おお、わわわーってわーっていきますよ。4拍目の頭ですね。テクニカルだな。いきますよ。1、2、3叫べ。おお、元気がいい、ありがとうございます。いい感じです、いい感じです。本番でやるよ。次じゃあウォーで、次ウォーウォーウォーいきます。1、2、3叫べ。おお、さっきよりそう音量があってとてもいいです、ありがとうございます。最後じゃあちょっと精一杯ちょ声出してね、やってみましょう。いきます。1、2、3叫べ。意外と思ってたより音量があって、いやそれでもそう、それでも大丈夫です。それでも皆様の今やった好きなやつでもいいし、あの思い思いの言葉でも大丈夫ですので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ最後の曲いきます。込み上げてくる
しがみついて、yeah、腕かきむしって諦めないで叫べ。力にして